この家の下に。当時実家に住んでいた私は、兄弟の部屋とは違って自分の部屋をもらって、その部屋を好きに使っていました。部屋を広く使おうと思って、隅に布団を敷いて、枕元に自分で買った初めてのステレオを置いて、普段は布団に寝っ転がりながら、耳元のスピーカーから音楽を聴いていました。あの頃は携帯もなくて、実家では流行のコードレスフォンを導入し、私は夜になると自分の電話のように部屋に持ち込み、一日中友達と電話で話をしていました。ある日、部活の事情で家族の外出に同行できなかった私は、家で一人、いつもと同じように布団に横になって、友達と電話をしていました。部活の疲れが出たのか、友達と話していて眠くなってしまい、電話を切って、部屋の電気を消して眠りにつきました。夜中に目が覚めました。季節はいつだったかは覚えていませんが、決して寝苦しくて起きたわけではないのです。ですが、起きた瞬間に体が動かないこと、頭が割れるほど痛かったことを覚えています。暗闇の中数秒で、金縛りかな、そういう判断はできました。その瞬間までは別に怖くもなかったんです。ふっと、目の前のコードレス電話の緑色の通話ランプが光るのが見えました。電話を切るのを忘れていたんだろうか。いや、違う。明らかに今着いた瞬間を見た。起きた拍子につけたわけでもなく、鳴っていないんですから、かかってきた電話を取ったわけでもない。間もなく、電話の発信音が聞こえてきました。ぷーという音の中に、何か、ボソボソという音が聞こえてきます。耳からは少し遠いので聞き取ることができません。ぐず、ぐず、してやれ。声？男の声？そう思うと、いきなり背筋に悪寒が走りました。その瞬間、後頭部の方に位置する大きなスピーカーから、ザザザザザザザッというノイズの轟音が咳を切ったように溢れ出してきました。体は動かない。全身に汗が吹き出し、頭の中で、嫌だ、嫌だ、と叫び、聞かないようにしても意識を背けることができません。だんだんとその中に、少しずつですけど、声らしきものが漏れてくるのを聞き取れるようになりました。AM と FM の局の雑音が混じったような音。その中に大勢の人の声が耳に入り込んでくるんです。かろうじて聞き取れたのは、殺して、暗い、来たよ、出たい、冷たい、などの単語。あとは、度胸のような抑揚のあるリズムの声。体はガタガタ震えながらも熱く、満足に呼吸もできない状態でした。嫌だ、やめろ。頭の中でずっと叫び続けていると、10秒ほどで雑音の中ではっきりと、一人の男の声が聞こえてきました。この家の下にいる女の子を話してやれ。え？頭の中ではすぐに何が言いたいのかをわからず、ただその言葉を反芻していました。この家の下にいる女の子を話してやれ。この家の下にいる
女の子を話してやれ。男の声は何度も何度も繰り返され、耳元で怒鳴られているかのように頭に響きました。私は頭が割れそうな中、精一杯の声を振り絞り、やめてくれと叫びました。声になっていたかはわかりません。が、その瞬間声は止んで、体は動くようになりました。急いで部屋の電気をつけようと、体を揺すって起きようとするのですが、頭の痛みが収まらず、なかなか立ち上がることができませんでした。思い出し、先ほどの言葉の意味を考えていると、さらに怖くなって涙が出てきました。部屋の電気をつけて、体の震えがようやく収まってきた頃、ガタン。部屋の階下で物音がしました。家族が帰ってきたのかもしれない。夜中の話ではありましたが、期待感からそう思いました。なんとか立ち上がって、重い木製の引き戸まで足を運びました。不安と期待で迷いましたが、確認するためには引き戸を開けるしかなかったんです。恐怖で指先は震えていました。ほんの少し、5ミリほど引き戸を開けると、目の前の階段は電気がついていて、安心感からさらに引き戸を開けて、様子を伺いながら、少しずつ扉の外に出て行きました。ガリ、ガリ。部屋で聞くよりも少しだけ音がよくわかります。やはり下の階から聞こえてくる音。ただ、実家の床は木製タイル。歩くときしむ音のように思いました。部屋から完全に抜け出して、階段の下を伺いましたが、下の階は暗くてよく見えません。人の気配がしたので、階段を中腹まで降りてみると、ガリ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 。はっきりとした音が聞こえてきました。家族ではないと気がついた時にはもう手遅れでした。全身が再び神経むき出しになるような感覚に襲われ、まだ終わっていなかったんだということを強烈に思わされました。そこには、真っ黒な、半透明の男が、階段下の廊下に四つん這いになっている姿がありました。ガリ、ガリ、ガリ、ガリ。真っ黒な男は、両手の指で一心不乱に床をかきむしっているのです。真っ暗なので、どこを向いているのかはわかりませんが、上体を起こした時の仕草は、確実にこちらを見ていました。とにかくやばい。早く部屋に戻りたい一心で、階段を駆け上がろうとすると、バタバタと、その男が階段に近づいてくる音がしました。振り返りたくはなかったので、部屋に飛び込み、引き戸を精一杯閉めて、鍵をかけました。音は何も聞こえなくなり、追いかけてきた気配は気のせいだったかもしれない。そう思って一息つき、引き戸に耳をつけて向こうの様子を伺おうとしたその時、戸を隔てたすぐ向こう側、数センチのところから聞こえてきました。この家の下にいる女の子を話してやれ。泣いているような声でした。もちろん返事などできません。じっと黙っていると、向こう側でガリガリと再びその音が始まって、
今度はずるずると階段を降りていきながら、何時間も床を引っかいていました。私はというと、布団を抱えて耳を塞ぎ、その日は朝まで震えていました。その後、その家ではしばらく一人になるのを避け続けました。同居人。以前住んでいたアパートでの怖い体験。30歳の上限で社宅を出ていくことになり、東大阪に 2DK の部屋を借りた。住み始めて1ヶ月後、飲み会で終電を落とした先輩を止めることになった。寝入ってしばらくして、うわ、と顔色を変えている先輩に、どうしたんですか？って聞くと、もういいよ俺、タクシーで帰るからって、何にも具体的なことは言わずに、さっさと帰ってしまった。次の日、無理やり聞いてみると、足をつかまれて、体に沿って登ってきたそうだって。俺には霊感がないから、危害がなければまあいいかと放っておいた。後日風呂の掃除をしていると、排水口から女性用のネックレスが出てきた。ただの忘れ物とは思ったんだけど、気になったんで、毎日水を備えて供養代わりにしてみた。その持ち主が先輩を掴んだ人と関係があったのかどうかは今もわからない。ただ、その後少し気になることがあった。しばらくして間違い電話がかかってきた。 A さんですか？いや、違いますけど。午後11時くらいで、相手は初老の女性だったように思う。それが 1、2 週間の間隔でほぼ同じ時間にかかってくる。ある日相手が、お宅の番号って06よね？と。そうですけど、A さんではありませんね。そうでしたか。いつもごめんなさいね。番号まで言われてさすがにゾッとしたんだけど、A さんが番号を変えたのが伝わっていないんだろうと勝手に切り捨ててた。入居後1年、転勤で引っ越すことになった。持ち主不明のネックレスも寺に託して供養をお願いして、転居の準備も整ってほっとしていたら、また例の電話がかかってきた。 A さんですか？残念です、違います。俺はここでずっと気になっていたことを相手に聞いてみた。私、もう引っ越すんですけど、もしかしてお昼の時間帯って、A さんとお話ができていたんですか？ええ。でも、お気になさらないでください。ずっとごめんなさいね。結局、もう一人の人は、ずっとここにいたんだなと。元彼からのメール。数年前の話、いきなり元彼からメールが来た。元気か？辛いことあったんじゃないか？ちゃんと食べているか？お前のことがすごく心配だ。やっぱりお前、俺のことまだ好きだったんだな。分かってはいたけど、
お前の愛の強さがそこまでだったとは、正直戸惑っている。お前はもっと、自分の気持ちを押し殺してしまうタイプだと思っていたから。髪が伸びたんだな。ちょっと痩せたか？俺が引っ越しをしたことって、B から聞いたの？ちゃんと話そう。やり直せるかどうか、二人で話し合おう。明日ドア開けておくし、入ってこいよ。久々にお前の手料理も食べたいな。別に私はもう元彼に興味はないし、髪はあの頃よりも短い。特に痩せてもいないし、何もかもが意味不明だったから、返事をせず放っておいた。その後、元彼と共通の友人から聞いた話。元彼が某アパートに引っ越しをしてから、毎晩女が窓から覗いてくるようになったらしい。なぜか元彼はそれを、私が未練があって毎晩来ているんだ、と脳内変換。毎晩その女の顔に、入ってこいよ。遠慮するな。やり直そう。まだ好きだよ、って、くどいていたらしい。友人の B に、それ、元カノじゃないよ。あいつもう新しい彼氏がいるし、第一三階の窓から、どうやって足場もないのに、中覗くんだ？そう指摘されて、やっと目が覚めたそうです。その後元彼は、入院してしまいました。元彼自身の精神がおかしかったのか、本当にアパートに出たのかがわからなくて、こっちまでしばらく怖かったです。マンションの5階。新聞配達をしていた時の少し怖かった体験。販売店の専業ではなくて臨時配達員といって、人手が急に足りなくなった場合に依頼をされて配る仕事だ。ある時、都内の販売店から依頼があって、俺はそこに派遣された。早速、明日の朝から配達をするため、配達の順路を覚えようと、店から順路帳を借りて、空回り。これは実際に配達をしないで、順路を覚える作業を始めたんだ。さして難しい順路でもなく、順調に順路取りは進んでいたんだけど、一番最後でおかしなことに気がついた。順路で示されている一番最後に配る場所が、順路上で言えば、中ほどに立っているマンション。一番最後に回らなくても、配っている途中でこのマンションによって配達をすればいいはずなのに、これはどういうことだと。この順路帳というものには種類があって、手書きのものとパソコンで印刷して打ち出すものがある。そしてパソコンの方は入力のミスで順路がおかしくなることが稀にあるんだ。今回の順路帳はパソコンの方だったため、俺はこれも入力作業のミスだろうと判断をして、その日の空回りを終えた。まあ今思えばこれが失敗だったんだが。そして翌朝、順調に配達を続けて、例のマンションが近くなってきた。当然、最後に配っていたら時間のロスだから、途中で寄って配達をしていこうと俺は思った。こういうマンションを配るときは、一番上までエレベーターで行って、その後降りながら各部屋に配るのが普通だ。俺はどこでもやっているように、エレベーターに乗って上に向かう。その時、最上階に着く前に5階でエレベーターが止まった。こんな時間に、上に行くエレベーターに
5階から誰が乗るんだろう。だが開いた扉の前には誰もいない。誰かがボタンを押したけど階段で行ったんだろうか。何にしてもその時の俺は大して気にはせず配達を続けた。それから1週間くらいかな、何事もなく配達をし続けていたんだけど、そのマンションを配るときはいつも上りのとき5階で止まってしまう。マンションの中には防犯か何かで夜中は勝手に一定の階で止まるようになっているところもあるし、そこもそういうものだと思った。また何日か経ったある日、上の階で新聞を入れ間違えたことに気がついた。面倒だけど入れ直しに行くしかない。俺が上に行くためエレベーターの前に立ったその時、上りのボタンを押そうと手を伸ばすと、押してもいない上りボタンが勝手についたんだ。おかしい、どういうことだ。そう思った時俺はハッとした。ここは5階だったんだ。まさか今まで毎日5階で泊まっていたのは防犯云々ではなくて、これがその理由なのか。そう思っているうちにエレベーターが到着して扉が開く。何やら嫌な予感。配達でかいた汗をすごく冷たく感じた。だが俺は仮にも配達のプロだ。嫌な予感を振り払って俺はエレベーターに乗ると、入れ間違えたと思われる部屋のある階のボタンを押した。そして扉が閉まってエレベーターが動き出すが、いつもと違う。目的の階近くなってもエレベーターは減速せず、目的の階を通り過ぎる。おいおい、どういうことだよ。マジか。なんでだ。その時になって膝がガクガク震えてくる。そんな俺をよそに、エレベーターは最上階まで行くと止まり、扉が開く。俺が震える足をどうにか踏み出し、エレベーターの外に出て、何気なくエレベーターの方を振り向いたその時だった。エレベーターの中に一人の女がいた。まずい。これはどう考えても人じゃない。どうすればいい？どうすれば？そうこうしているうちに女が歩き出し、動けない俺にまっすぐに向かってくる。もう俺の目の前。息でもしていれば、呼吸が感じられそうな位置まで女は近づいてきている。ダメだ。終わった。だが、そんな観念した俺のことなどは無視するかのように、女は俺の体をすり抜けて歩いていった。はっと、女が歩いていった方に視線をやると、歩く女の後ろ姿が見える。そして、施錠してある屋上の扉の方に歩いていき、その扉も俺の体の時と同様にすり抜け、姿を消した。そこまで見たところで俺は腰を抜かして、その場にへたり込んだよ。その日の昼、俺は販売店の責任者に今朝見たことを話した。すると責任者は、順路通りには配らなかったのか。そうか、とため息を吐いた。その責任者の話によると、その女は以前そのマンションの5階に住んでいた住人。ある日の深夜、5階からエレベーターに乗って、当時は施錠されていなかった屋上に行き、飛び降り自殺をしたとのこと。それ以来、深夜の2時から4時の間、エレベーターは必ず5階で止まるようになり、
その女の霊がたびたび目撃されるようになった。そのため、女が目撃される深夜2時から4時を外すため、そのマンションの配達の順番を一番最後に回したそうだ。それならそうと最初に教えろと。まあ理由を知れば気味は悪いが、変なものを見ないのなら配るのに支障はないからね。とはいえ、今まで何人もの配達員が辞めて、その販売店のその区域はいつも専属で配る人間がいないとも聞いた。この仕事をしているときはこういうことがそれなりにはあるけど、これは一番厳しかったよ。今までは幽霊なんか信じていなかったけど、そのものを初めて見てしまったからね。今では印象に残る思い出だ。部屋にいた。怖い夢って誰でも見る経験はあると思うんですけど、あの夏の夜の出来事は今でも忘れることができません。その当時私は東京のアパートで暮らしていました。今考えても何だったのかはわからない体験です。寝ていた私は遠くから聞こえる音に目を覚ましました。最初は猫の鳴き声かなって思っていたんですけど、よく聞いてみるとそれは赤ちゃんの鳴き声なんです。近所の小さなお子さんが夜泣きでもしているのかなと、深くは考えず、私はまた眠りにつこうとしました。ですがその声がだんだん近づいてきているような気がするんです。当時私が住んでいたアパートは、とても古かったので、壁も薄く、中の音も外の音もよく漏れてくるので、この段階で私は少しも霊の存在を疑いませんでした。言い換えるなら、ちっとも怖いとは思っていなかったんです。寝返りを打って時計に目をやると、深夜の2時を回ったところ、あと4時間は寝れるな、と、のんきにあくびをしたとき、赤ちゃんの声が明らかに大きく響きました。さすがに、何事かと思って、ベッドから上半身を起こしました。するとありえないことに、部屋の真ん中に赤ちゃんがいるんです。生後間もない子供が入る、カゴのようなものに入って、ワンワンと泣いているではありませんか。夢なのか。いや、私は完全に起きている。瞬時にそう確信しました。でもなぜ、私の部屋に赤ちゃんがいるんだ。部屋の鍵は間違いなく閉めているし、誰かが置いたのか。これ事件なのか。この段階になっても、私は怖さを感じるわけでもなく、ただ驚いているばかりでした。どうしよう、どうしよう、と、私はベッドの上から赤ちゃんを眺めて、この意味不明な状況を理解しようと必死になっていました。その時です。視界の隅に捉えた部屋の隅に、髪の長い女性が立っていることに気がつきました。その女性は、じっと泣き続ける赤ちゃんを見つめていました。年齢は30歳くらいでしょうか。異常なほどに瞬きを繰り返しながら、ただ泣いている赤ちゃんを見て佇んでいるんです。ここまで来て、ようやく、私の背筋は凍りつきました。霊感なんかちっともなかった私でしたが、この状況の異常さはそう考えるしかありません。
まずい。とんでもないものを見ているぞ。心臓は、張り裂けんばかりにドキドキしていましたが、不思議と頭は冷静でした。まずは部屋を出よう。そう決めました。赤ちゃんはさっきに増して、一層大きな声で泣き叫んでいます。するとベッドから降りようとしたその時、その女が一歩、また一歩と赤ちゃんの方に歩いて行ったんです。私は見守ることしかできませんでした。赤ちゃんの近くまで進んだ女は、そのまま抱きしめるわけでもなく、赤ちゃんのことをじっと見ています。そして次の瞬間、女が私の方に向いて移動してきました。一歩、また一歩と、私の方に進んでくるではありませんか。私はその後、気を失ってしまったようで、気がついてみたら朝になっていました。なんだ、やっぱり夢だったのかな、と思いつつ、顔を洗おうとベッドから降りてみると、部屋の真ん中に長い髪がまとまって落ちていました。その後もその部屋には長い間住み続けていましたが、その女性と赤ちゃんを見たのは、これが最初で最後です。危険物件。関西の大学を出て、東京に10年以上住み、その間に2回引っ越しました。同じ学校から東京に来た面々も、久しぶりに会って話すと、大抵一度は引っ越しをしていて、物件選びの話になりました。話が盛り上がると、誰が始めたのか、事故物件の話に。私も東京に来たばかりの時、池袋駅徒歩5分の事故物件を内見していて、その物件は一月前に人が亡くなり、中はきれいに清掃されているとのこと。ですが、唯一ある窓の外が壁で、異様に雰囲気も悪く、やめた覚えがあります。そんな経験もあるので、他の人の事故物件の話には興味津々でした。一通り聞いた話や、不動産の知り合いの話などが終わった後、あるものが、俺、最近引っ越しの時、それ系のものを見た。そう言い出しました。皆食いつきましたが、その彼が言うには、そこは広さの割に異様に安かったので、仲介業者にここを見たいと言ったそうです。すると、おすすめしません。実質使える部分が広くないので、と答えが返ってきたそうです。その時点で、これはやばい、と思ったそうですけど、とりあえず見てみたい。いけそうならそこにするかも。そう言ったそうです。すると不動産屋は、何度も聞いたセリフという顔をして、しぶしぶ承諾したので、その時点で、知人は大勢が見てから辞めた、ということが分かったそうで、やっぱりやめようとも思ったそうですけど、大したことがない可能性もあるので、結局は行ったそうです。物件周りは、まず最初に外れからという仲介業者の提案で、
いきなりそこに行ったそうです。入る前に間取り図を見せてもらい、23区内のそこは60平米くらいの広さの物件で、それでいて4万円弱だったそうです。入り口からまっすぐ廊下で、右にまず水回り、次に右に引き戸、まっすぐ進むとキッチンで、L 字に右に曲がると、最初の引き戸と同じ部屋に通じる引き戸、突き当たりに一部屋、そういう構図だったそうですけど、その最初の廊下と、リビングの引き戸に、L 字に囲まれている一番大きな部屋が問題で、そこは開けるな、ということでした。住んでいる間、開けてはいけない、ということは、実質使える場所が半分ということで、知人はさすがに、脅かしすぎだろう、と思ったそうです。実際に物件に入ると、とにかく薄暗い。壁紙が白なのに、空気にセピアの色がついた感じだったそうです。で、一通り部屋を案内された後、仲介業者が問題の部屋を見せると言ってきたそうです。開けるのは良くないけど、とにかく見ないとわからない。でも住むなら、開けるのはこれが最後。そう言われた知人は、仲介業者が引き戸を開けるのを、一歩引いて見守っていたそうです。開けると、畳の部屋だったそうです。一歩前に進むと、強めの口調で。ああ、入らないでください。眺めるだけで。と言われたそうです。左の仏壇は見ないでください。と、続けてすぐ言われ、目の端に、黒い仏壇が閉じて置かれてあるのが分かったそうです。戸を開けた瞬間に、物件内の空気が重くなって、すぐに出てもおかしくないくらい、そんな空気だったそうです。一人であそこにいるのは想像もできない、ということでした。その後に、今回開けるのはしょうがないけど、入ったらアウト。仏壇は見るのもアウトだけど、開いたら、完全にアウト。そう言われたそうです。やはりやめたそうですけど、車に戻って安心した仲介業者の人が言うには、死んでいます。そう言われたそうです。入った人が短期間で死んでいるそうです。逃げ出した人も何人かいるということでしたが、いろんな話を総合すると、廊下で頻繁に女に会う。玄関を開けたら、角を曲がっていく後ろ姿が見える。追いかけるといない。仏壇から老人が出てくる。出てくる時は動けない。出てきた瞬間にみんな飛び出して逃げている。この二つのことは共通していると言われたようです。話は以上ですけど、多分自分でもこの物件はやめるだろうと思います。霊感とかそういう話はなかった。みんな見るんだと言っていた。と、知人が最後に言っていました。手頃なアパート。
僕は無事受験に合格して、春から県外の大学に通うということで、地元から離れ、アパートで一人暮らしをすることにしました。その時は、口うるさい親元を離れて暮らす、そのことに心から胸が躍って、どんな暮らしが待っているのかとワクワクしていました。アパートを選ぶとき、とにかく安く住みたい、遊びにお金をかけたい、という思いから、何も考えずに手頃そうなところに新居を決めました。荷物を運ぶ前日、改めて物件の情報を確認し、少し狭いかなって感じましたけど、安いし、一人だからまあいいかなと。そして、引っ越しの当日。新居に足を踏み入れた瞬間、異変を感じました。全身に鳥肌がゾッと立ったのを覚えています。明らかに何かがある。そう思わせる雰囲気が、部屋に充満しているような気がしました。ですが、引っ越しの初日に部屋を変えるなんて言えませんし、親に心配や迷惑をかけることもできませんでした。夜には母さんが心配して電話をくれました。母さんは案の定、僕がいないと悲しいって嘆いて、僕はなだめる立場に回っていました。しばらく話し込んでいると、途中で母さんの声が途切れ途切れになるなど、ノイズが入ってきました。電波状態が悪いのかなと画面を確認しましたが、アンテナはきちんと立っています。むしろ都会に来たから電波はいいはずでした。不思議には思いましたけど、そのまま会話を続けて、これからの予定や、お盆には帰ることを母さんに伝えました。その時一瞬、部屋の電気が消えました。何の前触れもなく部屋の電気が消えましたから、少し動揺しましたけど、数秒後には明かりがついて、元の明るさに戻りました。動揺した声は母さんにも伝わって、どうしたのって心配してくれましたが、何でもないと伝えて電話を切りました。なんだか不穏な空気に身震いしましたけど、その日は何も考えずに寝ることに集中しました。それからというもの、部屋では不思議なことが起こり続けました。部屋で電話をするときはノイズが入るのは当たり前。不気味な物音も毎日聞こえてきます。気持ちも落ち着かないって言いますか、悲しく落ち込んだような気分になるんです。次第に寝つきも悪くなって、悪夢を見ることも増えていきました。詳しい内容はあんまり覚えていないんですけど、40代くらいの知らない男性が出てきたことだけは覚えています。新生活が始まって1ヶ月、大学に通うことには徐々に慣れてはきましたが、家に帰るといつも緊張感が走っていました。もはや大学にいた方が落ち着くというくらいでした。これはいけないと思った僕は、ある日部屋の掃除をしようと窓を全開に開け放ちました。恥ずかしながら掃除が苦手な僕は、アパートに引っ越してから一度も掃除を行わずにそのまま暮らしていたんです。きっとそれが良くないんだなと感じたので、心機一転大掃除をしようと張り切り、部屋を隅から隅まで綺麗にしようと意気込みました。まずは段ボールに入ったままの荷物を片付けようと、初めて押し入れの戸に手をかけ、そっと開けたとき、僕はその場から動けなくなりました。押し入れの中には、お札が無造作に大量に貼ってあって、
その上から赤い文字で何かが書かれていました。その後のことはあまり覚えてはいません。後に知った話によると、以前住んでいた住民の中に自殺をした方がいて、あの部屋は出る部屋となっていたそうです。亡くなったのは40代の男性だそうで、ひょっとしたら僕の夢の中に出てきた男性と同一人物かもしれません。彼は僕の夢の中に出てきて何を伝えたかったのでしょうか。びっしりと貼られたお札は何を意味していたのか。亡くなった男性はどんな気持ちだったのか。あの部屋にはもう住んではいませんが、電話をしていてノイズが走るたび、押し入れの光景を思い出し、嫌な汗が出てきます。幽霊が出ると噂の家。中学生の頃、仲のいい友人の S が転校していった。両親が離婚して、郊外の新興住宅地に母親と引っ越したんだ。僕と友人の K は S が寂しがっているんじゃないかと思って、バスで1時間くらいかけて遊びに行った。S は僕らの訪問をとても喜んで、市営アパートの S の家でしばらく歓談した後、町を案内してもらうことになった。そこは僕らが生まれ育った町並みとはおよそ違っていた。路地裏も商店街も駄菓子屋もなかった。整然とした市営住宅と同じ外観の建売り住宅、広い舗装道路と駐車場付きの大型店舗。僕たちはたちまち退屈してしまった。どこか面白い場所はないのかと S に尋ねると、幽霊が出るという噂の家があるとのこと。何でも肝試しを試みた上級生が精神に異常をきたしたというそんな実話があるそうで、学校や PTA からは立ち入り禁止の通達が出ているそうだ。サーチ&デストロイだな。僕は気負って二人に言った。なかなか新しい学校に馴染めないエスに、一つ大きなネタをプレゼントしてやるか、くらいのノリだったんだ。あと、新興住宅地のあまりにもクリーンな雰囲気に反感を覚えていたような気もする。S にその家を案内してもらって周囲を伺うと、少し異様な感じがした。まず家の横が用水池になってた。区画の切れ端というんだろうか、日当たりが悪い斜面にあって、裏手には未整地の崖があった。まだ日も高いし、それほどの威圧感はない。持ち主が手入れをしていないのは明らかで、小さな庭には雑草が生い茂っている。僕らは林家に人気がないのを確認して、こっそりと侵入した。築5年くらいのものだろうか。正面の作りはしっかりして、当然鍵がかかっていた。裏手に回り込むと、勝手口の小窓に段ボールが貼ってあった。僕がそれを剥がして内鍵を開けた。いよいよ家の中に入る瞬間、僕らはかなり緊張した。意を決して僕が先頭を切ると、二人も後に続いた。部屋の中はガランとしてた。キッチンには剥き出しの水道管があるだけで流し台はない。さらに進むと畳もない。
リビングと応接間、和室を仕切る扉もない。何にもない家の中で、しばらく僕らは立ち尽くしていた。人間が生活していた痕跡が意図的に取り去られた、そんな感じだ。床にうっすらと積もった埃に、僕らの足跡だけが残っている。ケイが突然、キョロキョロし始めた。耳に手を当てる仕草で、僕らに歓喜を促す。カッチ、カッチ、カッチ。時計の秒針の音だろうか。どこから聞こえてくるのか。僕は確かめようとして玄関に回った。2階に続く階段があって、さすがに一人では行けそうにない。おい、もう出よう。やばいよ。Kは明らかに怯えていた。かすかにテレビの音声が聞こえているような気がした。わかった。ちょっと2階を確かめてから。S が僕にすがりつくように、あたりを伺っている。急にはっきりと音が聞こえた。それはニュース番組で、アナウンサーがニュースを読んでいる声だった。そして一斉に部屋中から音が溢れ出した。まな板の上で包丁を使うコツコツという音。トイレの水を流す音。僕らのすぐ近くで、誰かがあくびをする声が聞こえた。Kは突然駆け出し、そのまま玄関の鍵を開けると外に出た。僕らもつられて走った。そこでやめておけばよかった。明るい日差しの下で話し合ううち、玄関の鍵を閉めた方がいいんじゃないかな。そう S が言い出した。みんなで叫びながら家を飛び出したんだ。誰かに見られていてもおかしくはない。結局、K が家の前で見張って、S が勝手口で僕を誘導することになった。僕は S に見送られながら玄関の扉を閉めた。3メートルほどの細い廊下を挟んで、応接間とトイレ、風呂があった。どちらにも扉はなくて、便器も浴槽もない。さっきとは打って変わって、シーンとしてる。勝手口が開いたら、僕はダイニングリビングを駆け抜けるつもりだった。けれど、薄暗い2階から誰かが降りてくるような気がして、怖くて待てなかった。玄関からは壁に隔たれて勝手口は見えない。30秒も待てずに僕はそこから飛び出した。ダイニングに入った瞬間、そこには人がいた。さっきまでなかったダイニングテーブル。そこに4人の人間が腰掛けていた。中年の夫婦と二人の娘が一斉にこちらを見た。じろっと睨みつけてくる。S と K に救出された僕は、情けない話だが、希望を失ってしまったらしい。マンションの地下に。やんちゃばかりして、高校にも行けなかった俺は、中学を卒業してからすぐ、トビの仕事をしていた。トビっていうのは、いろんな種類があるんだけど、俺がやっていたのは改修トビ。すでに立っている建物を改修するために、建物の周りに足場を立てる仕事なんだ。
で、その足場を使って、ペンキ屋さんとか、他の業者さんが建物を直していくわけ。前置きが長くなったけど、これはちょうど、俺が二十歳になった時の話。だから、2、3年くらい前かな。そこの現場、ちょっと特殊でさ、マンションの地下に足場を建てるっていう内容だったんだ。しかもそこ、広さが半端じゃなかった。みんなは、マンションの地下がそんなに広いわけがないだろって、そう思うだろ？俺たちもちょっとびっくりしたよ。マンションの地下に、高さ20メートルで、幅も10メートル ×20 メートルくらいのスペースがあって、10メートルくらいの高さに、マンホールくらいの穴が一つ開いているんだ。壁にはしごみたいなものがあって、その穴まで行けるようになっている。穴の先も同じスペース。これが20個くらい続いているんだ。めちゃくちゃ広いだろ。で、壁とかひび割れだらけだったり、鉄筋が出たりで、とにかくずさんな工事をしたっていう感じだったんだ。なんか途中で投げ出してしまった感じだったな。だからこれを直して、このスペースを何かに使うんだろうな、そう思ってた。ただ、マンション建てた時にちゃんとやっておけばいいのに、なんで今更っていう疑問はあった。だって、まだ築5年しか経ってないんだよ。古くなってボロいんじゃなくて、元々の工事でこうなっているだけ。だから、手抜き工事かな。世の中、すさんでるんだなって、住民の人がかわいそうだなって素直に思ったよ。それで中なんだけど、もちろん真っ暗だから、ヘルメットにつけたライトで、まあある程度は見えるって感じ。この時は工事をする前の下見で先輩と二人で来てたんで、お化けが出そうでちょっと怖いなとか、軽く肝試し感覚で回っていたんだ。本当にボロかったしね。こんな感じで材料を入れて、あっちから組んでいってとか、仕事の流れももちろん考えながら回ってはいたんだけど、10個目くらいの場所がちょっと形が違っていたんだ。先輩に、ここから組み方変わるからちょっとめんどくさいですよねって言ったら、ここからは組まないとのこと。しかも穴も塞いでしまって、こっちはもう使わないらしいと言われた。だから俺、行けなくなる前にちょっと探検しましょうよって聞いてみたんだよ。まあ先輩もノリがいいから、楽しそうだから行こうかっていう風になったわけ。10個目の場所の奥の角に変な鉄の扉があってさ、開けようとしても開かないし、気になるんだけど次のスペースへ。そこにも同じ鉄の扉。ここも開かない。とりあえずは奥まで行ってみようってなって20個目まで行ったんだ。ここで行き止まり。もちろん全部のスペースにも鉄の扉はあったけど、無視して進んできた。何もないなって戻り始めて、多分14個目くらいかな。先輩が、一箇所ぐらいは鍵開いてるかもよって言うから、開けてみたらなんと開いたんだ。そのまま奥まで続いていて、中は真っ暗だった。どうする？行く？どうせなら、行きましょうか。って、お互い乗り気ではない雰囲気だったんだけど、ヘルメットにつけたライトの光を頼りに進んでいくと、左右に扉があった。
なんて言うのかな。ホテルの廊下みたいに、左右にいっぱい扉があるんだ。049とか、050とか、部屋番みたいなものが振ってあってさ。ここにも部屋を作る予定だったのかな。そう思ったんだけど、どう考えても場所がおかしいし、扉も鉄製だし、なんかおかしかった。気になるんで、先輩も開けてみろって言うから、一つ扉を開けたんだ。中は4畳ぐらいの広さで、鉄格子の牢屋みたいな感じだった。怖っ。何これ、昔の牢屋？先輩、なんかやばいですよ。帰りましょうよ。ってなったんだけど、先輩が隣の部屋も気になるって言い出した。正直、俺もう怖すぎて、内心ふざけるなよって思ってたんだ。帰りたくてしょうがなかったんだ。でも先輩に逆らえるはずもなく、隣の部屋に。この時の衝撃は、今でも鮮明に覚えている。いや、むしろトラウマになってしまっている。隣も同じ牢屋になっていたんだけど、開けた瞬間、うわーって、二人で叫びながらダッシュで逃げた。その牢屋の中に、ロード・オブ・ザ・リングに出てくるゴラムみたいなのがいて、こっちを見ていた。地下から出て監督に慌てて報告をしたんだ。監督は、そうか、多分見間違いだけど、騒ぎになるとややこしいから、周りには言わないでくれる？そんなのおかしいよね。その日はそれで帰って、社長にも報告した。あそこはやばいですよって。そしたら、社長も同じことを言うんだよ。で、余計なことを詮索するな。とりあえず組むとこを組んでこいって。で、後日飲みに行ったとき、同僚にもこの話をしていたから、一緒に確かめに行ったんだけど、もう鍵が閉まっていて入れなかった。みんなは都市伝説だなって騒いでいたけど、あれは信じていなかったと思う。無事に足場を組み終わって、半年後くらいにまたバラシに行った時はもう穴が塞がっていて行けなくなってた。なんか、俺たちが知らない世界ってあるのかな？そう今は思っているけど、世の中って意外と怖いよな。座る女の子。大学生の頃、ワンルームマンションに一人暮らしをしていました。大学の近くには、たくさんの友人が一人暮らしをしており、ある一人の友人から電話がかかってきました。時間は夜の10時を過ぎた頃だったと思います。あのさ、今部屋で一人なんだけど、座ろうと思った座布団に座れないんだよね。何を言ってるんだろう。私は彼が寝ぼけて電話をしてきたのだと思って。寝ぼけているんでしょ？目を覚ましたら？と言いました。すると、違うんだよ。なんだか座れないんだよ。変な感じがするからさ、来てくれないかな。私は全然意味がわかりません。まあ、とりあえず困った時はお互い様かと思って、彼の部屋まで行くことにしました。ついてみると、いつもと変わらない部屋の様子だったんで、別に何もないじゃないか、と、さっさと帰宅しようとしました。しかし彼は、
まあ、せっかく来てくれたんだし、お茶でも飲んでいってよ。というので、仕方なく彼の言う通りにすることにしました。じゃあさ、それに座ってみてよ。今お茶入れるし。と、彼は座布団を指さして言いました。そして何気なく、座布団の方を向いたその時、私は見てしまいました。座布団に、小さな女の子が座っているんです。私は特別霊感があるわけでもないし、決して寝ぼけているわけでもない。でも確かに、そこに女の子が座っているんです。もしかしたら、彼がその座布団に座れなかったのは、その女の子が座っていたから。よくわからない状況だったんですけど、私はこのことを彼に伝えるために、湯沸かしの方に行きました。あのさ、実はさ、そこにいるんだよね。女の子が座ってる。と、私が彼に言うと、彼は、え？誰もいないよ？何言ってるの？と言いました。ほら、あの座布団に座ってるよ。だから座れなかったんでしょ？と、座布団の方を向くと、そこにはもう誰の姿もありませんでした。霊感のない私に見えた彼女は、一体どこから来たのでしょうか？今でも忘れることができない出来事です。